サンデー漫画クラブのオフトークでーす。今日はですね、サンデー漫画クラブの収録を行っておりまして、ここにある、QBB、作くすみまさゆき、映画くすみたくや、古本屋台という作品と、それからこれですね、丸山香織さんの司書生という作品ですね。それから、原作カルロゼンさん、それから漫画が福田郁美さんでよかったね、福田郁美さんの明日の敵と今日の握手をという作品、これ2巻まで出てますけれども、それからこれですね、水上さとしさんの、水上さとしの漫画茶道、これらの作品の紹介をいたしました。ぜひですね、本編、それからアフタートークもありますので聞いてみてください。はい。で、今までこのオフトークっていうのはね、僕が最近読んだ漫画を中心にやってきましたけど僕が一方的に喋ってるみたいな感じだったんで、ちょっと違う感じでやろうかなと思っていて、今日は試しにね、僕と原とそれからと林さんがこの漫画の表紙想定がすごいみたいなのをいくつか持ってきましたんでね、その辺のお話ができたらなと思います。はい。どうしよう、俺から言っていい？お願いします。はい。ここにねありますけど、日本の漫画一つと、それからと海外漫画の翻訳一つ、それからと翻訳されてない海外漫画ね、っていうのを挙げてみました。で、まずこれね、だいぶ昔にサンデー漫画クラブでも取り扱った斉藤純一郎さんの使徒調布ですね。ちょっと前にね新作も出まして、その表紙もすげえかっこいいんだけど、僕今貸しちゃってんですよね、人にね。だから今手元になって、この間ちょっと話しました。そうそうそう、本の佇まいもすごくかっこいいんだけど、そしてこの使徒調布さ、中身も最高なんですけど、それはね、前にサンデー漫画クラブで取り上げたので、ぜひ聞いていただきたいんですけど、やっぱこの想定すげえ好きで、何がいいって、これいわゆるジャケットがついてないんですよね。こういうね、カバーが。そうそう、ブックカバーがこういうふうに普通ついてるんだけど、それがついてない、もう剥き出しの帯は太い帯があるんですけど、コンビニの単行本みたいな。こういうなんかこうね、なんていうの、素朴な力強さが、すごい。そういう感じは。いいよね。内容については、エピソード5を見てもらえれば。あ、そうか、エピソード5か。ちょっと調布に語ってますので。始めたばかりの頃にね、取り上げましたけれども、これすごい最高の作品でもあります。変わったことです。はい。そしてあとね、次は、このヒアっていう作品なんですけど、こんな感じで、家の窓が表紙になってて、裏側はこういうふうにレンガの、なんの壁があるみたいな感じですね。で、これ作品そのものもすごいなっていうか、すごいですよね。ね、こんな感じで、同じアングルっていうか、同じ定点カメラみたいな感じでずっと撮っていくんだけど、ただ映ってくここの風景の上のところとかにね、年代が書かれていて、それがどんどん変わっていくんですよね。同じ場所なんだけど、しかもこんなような感じで、時代が変わっていて、みたいな、こことこことでね、こんなような感じで、ストーリーがあるんだかないんだかみたいな感じで続いていく作品ですね。で、これは家の中の、同じ場所をずっと撮ってるんで、その表紙はここの窓だけになってるんでね。そういうところもめっちゃかっこいい。気になる、最近の邦画っぽくすると衝撃のラスト見逃すなって感じですよね、この本は。あ、そうだっけ、マジで帯にそう書きますか。エンディング結構びっくりする内容だったとして記憶してるんですけど、 あえて開けませんけどね、そうですね。でこれ長らく、品切れ状態続いてたんだけど、ちょっと前に重版がかかったんじゃないかな。なんかそんな話はね、だから今は普通にまた買えるとはいえ、まあまあ値段高くて、そこそこいいよ。本体価格4000円しますけれども、フルカラーなんで、そう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 、この厚さで。日本語版がすげえいいのは、これ英語版にはついてないんですけど、こういう冊子がついてて、これってもともとこの作者がね、リチャード・マグワイアがやって雑誌に連載されたバージョンかなんかでね、それが別冊子で入ってて、気が利いている。これは本当超気が利いてると思う。そうですね、はい、ですね。そして、この翻訳されてないこれですよね。で、これマルク・アントワヌ・マチューっていう作家で、3秒とか、レボリュー美術館の地下とか、神様降臨っていう作品は翻訳されてるんだけど、で、このシリーズは、これシリーズなんですけど、翻訳されてないんですね。で、ジュリウス・コランタン・アクファ・
ック夢の囚われ人っていうシリーズで、毎回変なギミックがある作品なんですよ。でこれね、表紙なのにいきなり漫画が始まってる。始まってますから。でこれ僕ネタとしていろんなところでも喋ってるんですけど、もう漫画いきなり始まってるし、その後も普通に漫画なんですよ。もう第2章とかになってるんじゃないですか。で、すごいのは、この後ろの方に、ちょっと待ってね、この辺だったかな、うん、表紙が来るみたいな。なんでだよ。乱調か。乱調じゃないか。で、これコンセプトが、主人公が毎回夢の中で変な体験をするっていうコンセプトなんですけど、この作品、この巻の中では主人公は物語に遅れて到着するんですね。そうだから、表紙も。ちょっと待って、破れてる。そうそう、破れてる、こういうギミックもあるみたいな。これ、原さんが破ったんじゃないですか。じゃ俺が破ったんじゃないで、しかもこれすごいのが、こういう風に3つ吹き出しを重ねてて、それぞれで読めるようになってるし、これでも読めるようにしてるとか、よくやるよな、みたいな。これ、翻訳不可能ですね。正面独占。これ文法無理だよ、これ多分。そうね。文法はね。前に俺これ翻訳の企画提案したことあるけど、出版社に何度か。でもやっぱ通んなかったんだけど、こういうところとかね、やるの楽しそう。めんどくさそうだけど。でも、なんかやるって言ったけど、どうすんだよ、頭を抱えてる。原さんが想像できる。そうそう。でも帯って、これ、フランス?うん、これフランスの漫画。帯あるんですね。帯あるやつもある。あんま多くないけど。なんか、海外の現象で帯あるのってなんか結構珍しいイメージがありますね。まあ物によるけどな。でもちょっと増えてきてて、帯とかあともうシール貼っちゃうね、アメリカとかで、ね、シール貼る、シール、ね、ブックレビュー賞みたいなベタベタ貼ってあるのあるよね。そういうところあるよね。でもやっぱ本の点数が増えていくとどうしても目立たせなきゃいけないとか、あと宣伝文句が結構何々賞受賞とかは結構入るかな。この内容でシール貼ったらもうブーイングものですよね。始まってんだよ。何本編にやってんだろうね。ということでね、とりあえず3つ紹介してみましたけどね。やっぱこういうなんかこうね、なんていうか、そういうところも楽しいし、俺やっぱさ、なんか日本の漫画ってどうしてもブックカバーがあって帯がつくじゃん。だそういうのない方が今書いていいんじゃないかと思ってて。クールな感じで。そう。こんなかっこよくない人っちゃ漫画らしさってものを、一見でどう分からせるかっていうのに近いかなと思います。カバーがかけてあって帯がかけてあると、やっぱりあ漫画なんだっていうのが分かりやすいと思います。ハードカバーになったりとか、カバーがなしっていう状況だと、そもそも漫画っていうと認識してもらえないのをプラスと取るかマイナスと取るかっていう気がしますね。書店員がね、これどこに置けばいいのってなっちゃうとか、ね、それも本当そうだと思う。ね、首都調布なんか多分こうちょっと読み捨てられるペーパーバッグものの、そのジャンルもののフィクションみたいなのをわざと演出してるから、こういう攻めた、ね、作りになってる。その文脈と一致してるとクッてなりますよね、ファン的には。トミネのやつとか、なんでモレス緊張にしてるのかとかが、これとかも多分なんか読み捨ててくれみたいな、そのカードボイルドも。なるほど。そうですね、コンセプト一体化してるっていうのは。あとはもしレーベルがあるとしたら、そのレーベルじゃないイレギュラーなものをそのレーベルの中でやるかっていう話になると思うので、いつもこうフォーマットが決まっているところに、いや違うんです、この先生のは絶対にカバーなしていきたいんですみたいなのがどういうふうに変われるかなと思うと、単独でなんか連載とかじゃなくて、この先生にとって特別な短編でとかっていうと叶いやすいのかもしれないですけど、レーベルだったらやっぱりレーベルこれまでと同じにしてくださいよね、なっちゃう。それもね、まあね、ありがちな話ですよね。確かに。まあまあとりあえずこんな感じで3つほど紹介してみました。林さんどうですか？これ韓国の本なんで、こういうセット売りしてることが結構多いんですよ。なるほどね、グッズっぽいね。あ、でもその韓国は紙、ウェブ基本的にはウェブ媒体なので、やっぱ紙になるっていうのは売れてるっていう証で、グッズっぽい感じになることが、コレクターズグッズ、そう、でこれ確か世界で一番不幸な少年みたいなタイトルのやつで、なんかウェブトゥーン黎明期
うん、今よりさらにの時に、ね、アプリで配信してたけど今何検索してもこれ出てこなくて、そうなんだ、早いな。当時私読んでめっちゃこれおもろいって思って、韓国行った時に買ったんですけど、そうなんだ。でもなんかもはやなんか全く見つけられなくて、移り変わりが、これ本の形もちょっと面白いよね、幅が若干狭めちゃうの。そう、ね、2012年って書いてありましたね。それぐらいなんですか、これは。もうなんか前のだから、うん、綺麗なアニメっぽい絵だな。そうだね、絵はね。あ、本当だ。でなんか勝手な、なんか大体韓国とか旅行行くと書店絶対行くんですけど、うんうん、あるあるのこういうボックス売りのやつって、うん、なんかね渋いんですよ。なんか普通キャラクターとか書かないみたいな。あ、なるほどね。そうそう、でも多分グッズ扱いだからこれぐらいかっこいい感じでも、うん、しかもこれね、こういう抜きのとこで勝ちえんだわって、うん、だってね、こうキャラクター自体は全然キャラクター推しで売ってもいい感じ、うん、そう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 、みたいな感じね、あ、でも前もおっしゃってましたよね、あの緑の手紙、そうそうそう、縁の手紙、縁の手紙、縁の手紙の時もやっぱりちょっとこのファン向けのコレクターズグッズっぽい感じで作るっていう、劇中に出てくる手紙が付属してきますとか、うんうんうん、そういうやっぱグッズとしての精度を高めた、うん、こういう想定すごすごやつが多いから羨ましいなと思って、なるほどな、これいくらぐらいなんだろうね、忘れちゃったな、まあまあ高かったでもどうだろう、これそれぞれで発売されたものにカバーつ、あの箱つけたんですかね、多分絶対美味しくやってないんじゃないかな。でもそうすると帯がついてるのが不思議で、確かに、はい、しかもキャラの上に帯つけて、そうだね、上だったのかな、いや上につけるってあるかな、もったいないどうなんだ、確かにこれその位置怒られますよね、なかなかだと思いますよ、思い切った、でもこれ多分2012年とかですよね、わかんない、そう見えますよね、きっと、それぐらいな感じでもう移り変わっていくとなると、うん、本当に Webtoon のアーカイブっていうか全体像を見るのって難しそうですね、これスーパー初期作品だから多分今とは全く小回り多分違う、あ、もう Webtoon の形自体が変わっちゃってるって感じです、ね、そうですね、トレンドはでも縦読みだったんだよね最初ね、多分そうだったけど記憶がかなり曖昧なんですけど林さんの記憶もすでに塗り替えられている、そう、うん、なるほど、でもこういう演出とか縦っぽいかも、そうだね、そう、あ、そもそもこの画面の比率がそうですよね、あ、縦っぽいね、うん、確かに、ね、あ、確かに、うんうん、スマホが大きくなったみたいな、で小回りもやっぱりこう縦に切ってる感じがすごい多いから、ね、やっぱ縦は縦だったのかな、なるほどね、でもすごいこれね、何とも言えないですけどすげえいい話だったんですよふわっといい話、え、日本語で読めたの昔は、当時は日本語で読めた、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、ね、そうなんだ、でももう見つからないんです、もう何やっても検索してるとなって、そうなんだ、タイトル何だったか覚えてらっしゃいますなんか世界で一番孤高な少年みたいなタイトルだった気がするけど、さっきもちょっと調べたんですけど出てこなくて、うん、でもあの韓国版の方は ISBN がついてるんで、あの物として出た以上向こうの記録としては何か残ってるはずですよ ね、 ね、こっちではもう全然絵柄違うとかなってんだろうね、韓国のそしてアーカイブ事情どうなってるのか気になるよね、そうですね、そうですね、どうなってるんでしょう、でもなんか博物館とかありましたよね、向こうにもね、漫画のね、渋いですね、なんかちゃんとなんていうの、あ、本当だ、対になってる感じ、あ、本当だ、へえ、この帯つけないよサンダーアップになってました、あ、でもこれあれです、フランス装、あ、ね、そのグラフィックノベルとかでよく見るようなタイプの想定ですよね、全然知らないかな、でも初めて、正直買って初めて今開けたかも、マジかありがとうございます、貴重な機会をこの箱から初めて出したって感じ、買って安心、ここ穴開いてんだ、そしてそうそうそう、うん、だからここやっぱファンアイテムですね、こうするとそうするね、確かなんかキーポイントだったような気がするそうなんだ、だいぶふわふわじゃねえかよ10年前ですよこれそうだね、そうかなるほどね、でもそれでこれやっぱ10年前でも確か5年前とかでもこういうボックス売りしてたと思うんですけど、うん、まだでもそこは変わってるかもね、今だとほらあの書店じゃなくて、うん、ファあのなんだっけ、あのお布施集うやつ、クラウドファンディングみたいなやつも活発らしいんですよ、Webtoon作品の、あ、なるほどね、だから最近 の、 そのファン消費的なやつもすごい増えてきてるっていうから、なんかもうちょっと簡易的なやつとかも多分出て、今リアルタイムだと出てるんだろうなと思います、まあ、クラファンってさ、俺もそもそもサウザンコミックスでクラファンやって本作ってるけど、もう結構世界中で漫画のクラファンやってる印象があるよ、アメリカももちろんだし、フランスも全然あるし、
まあそういう意味ではちょっとファンアイテム化してる部分はあるのかもしれないですね。でもなんか日本もこういう感じになるんじゃないって思いました。なんかもう一部のものはね、そうそうそう、うん、だからもう紙は出すけどもう豪華版しか出さないとか、全然あり得るんじゃないかな。で漫画と日本の漫画とクラウドファンディングの関係も、ね、年々深まってるっていうか、本当いろんなケースがあるじゃない、うんうん、ともなんかほら同級生のさ、あの2人の主人公の結婚式をお祝いしようみたいなクラファンあったね、去年やってたし、うんうんうん、それからあと僕とロボコのさ、なんかこうラッピング電車走らせようみたいなクラファンやってたよ。そう、うん、そんなのあるでしょ、お金ねって思うけど、思ったんだけど俺も主演者にはロボコには金出せねえってかはい、ということでね、うん、こんな感じでいくつかご紹介しましたけれども、はい、試しにこんなものもやってみました。そうですね、テーマものでやってみました。はい、海外漫画とかね、実はこれも、まあ、いずれも海外漫画が相当入ってるわけだけど、やっぱね表紙想定固定もいっぱいあるんでね、そういったものもまた紹介できるし、うん、日本の漫画でも素敵なものいっぱいあるんでね、うん、またちょっと折を見ながらやっていきたいと思うし、はい、オフトークはいろんなことをやっていけたらいいですね。そうですね、今後と、はい、はいはい、そんな感じでございます、はい、ぜひですねこの辺とか、はい、それからと、この辺ですね、はい、本編もぜひ聞いてみてください。お願いします。